巷で話題の GG スイングを研究してみる。巷で話題のぶっ飛びスイングってね、 GG スイングってどういうスイングかっていうのがですね、去年ぐらいからですね非常に話題になっていて、韓国の選手チャン・キムが選手チャン・キムプロがですね、このスイングをすごい参考にしているということで、日本でもすごい今話題になっています。YouTube ですごい流れてるんですね。ジョージ・ガンカスという方のスイング理論というかティーチングの内容ということなんですけれども、私なりに少しちょっとチャレンジしてみようかなということで、下半身の使い方に特徴がありますね。床反力の使い方とかですね、リストの動きはどうしても僕できないんで、ほとんど手を返さないような形で体を回転するようなイメージで、テイクバックこのようにまず同調する感じでクラブがあんまりインサイドに引かないようにしなければこのスイングがなかなかできません。まずテイクバックで若干外目に上がるようなイメージですね。その後にこう下半身をこのようにガニ股のようにして床反力を捉えてですね、ぐっと踏み込む、そのまま体を回転させる。で、回転している時にクラブが、寝るというかね、プレーに乗せるような形でスイングするということで、下半身を使ってですねボールを飛ばす。で、体力がないとなかなか厳しいスイングではないかなと思うので、体幹の強さとかですね、足腰の強さがないと、そのままですね、振り遅れるというか、あまり、そのスイングが、うまくいかないんだろうというのが、私の見解ではあるんですけれども、私自身こうトレーニングなどを非常にこう10年ぐらい前からですね始めて、足腰の使い方とかっていうのはこの GG スイング的なこう足腰のこう何股になるですね、これは非常にその昔からですねトライしていたテクニックではあります。今の若い選手がですね非常に距離が出るというのはフィジカルがしっかりしていてですね、あまり腕を振るとかリストターンをする感覚があまりなく、体の回転で打つということがね非常に求められている、ここの部分ですね、今スローで行った部分、ここが足腰を使う、そしてクラブが若干寝るようにして切り返す部分になってくると。クラブヘッドの大型化によりですね、あんまりこうフェースを返すとか球が曲がらないっていうことになって、フェースを閉じたりとか開いたりとかっていう動作があまり意味をなさない、ボールを曲げるというよりはストレートに打ち出していくということが重要視されてきているのではないかなと。僕がゴルフ始めた時はね、メタルとかパーシモンとかですね、小さいヘッドだったので、球を曲げるというかフェースをターンさせるということが非常に必須の動きになっていきますし、やはり体力がない方はですね、そういう手の動きというのは非常に大切になるとは思います。ただアスリート的なねスイングということで言えば、床反力を使う、足腰を使うということで、でフェースの向き、手のターンなどをフェースのターンなどをさせないで回転だけで打つというのが、300ヤード以上飛ばす今のゴルフのですねスイングではないかなというのが、私の見解というかね、特徴的にもう一度説明すると、ここのトップからダウンで足腰を左足をガニ股にさせて体の回転で打っていくと、で時間差を作って下半身からリードし、全くリストを返さないようなイメージで左に振るようなイメージです。
こちらから見てみましょう。このように、寝てしまった意味がないんですね。スクライブが寝ないようにして、で下半身からこのシャフトが寝る動きです。切り返しで寝るようなイメージですね。もう一度ここの部分ですね。ここで寝ない、切り返しで寝るように、トップまではこの形からダウンで下半身のガニ股の動きとこのシャフトが寝る動きをつなげていきます。体の回転に合わせてシャフトがこう寝るというか、ね、プレーンに乗っていくような動きを強調していくと。実際の GG スイングをいろいろね YouTube などで見てみると、体の回転で打つようなイメージが非常に強いですね。床反力を捉えて、そこから左の肩をね、閉じるというよりは開いていくような感じでスイングしていく。次に重たいスプーンでね、ちょっと打ってみるんですが、まあ、テイクバックからこうまずテイクバックのクラブを内側に入らないようにして、ここからですね、こういうふうに寝るような動きで寝る動きと下半身の回転がこう揃うようにすればうまくミートできるという、まあ、そういう考え方になる。実際自分の中でやってみて結構距離も出るような、まあ、昔のこうちょっと飛ばしの感覚っていうのは少し蘇ってきたような気がしてですね、まあ、感情としてはフォロースルーでスピードが出るようなイメージですね。トップからダウンでまず非常にねじれを作り、地面を踏み込み、地面を蹴りですね、最後に回転で打つ、でフォローの方にスピードが含まれていくような、でどうしてもですねインパクトまででスピードが終わるっていうような感じが出てくるとヘッドスピードって出ないんで、下半身からリードしてフォローにここに向かってここら辺でスピードが最大になるぐらいの感覚の方がいいような感じがします。ここそれでですねスイングの比較をちょっとしてみましょう。これがつい最近のスイングになりますが、まあ、少しフラットな感じというかね、トップがやっぱ低いですね。で切り返しというよりはトップまでですね少しシャフトが寝るっていうのが僕のスイングの悪いところ。だから寝ないようにややアップライトにテイクバックをしていくので、どうでしょう、少しねじれでトップがダイナミック大きいスイングになるということですね。これは少し浅いインサイドに引きすぎてフラットになり、まあ、少しダイナミックさに欠ける、これがね GG スイングを少し心がけることで少し高い位置にトップが入る、まあ、若干ですけどね。しかし、ね、その分だけその洋服のねじれというかこうシワがしっかりできてねじれてますね。ですのでこのための部分がちょっと手首と角度は深いんですが、少し小さいダウンスイング、実際このスイングの方が左腕の伸び、背中のストレッチ感が強いような気がします。少し手首が詰まった分だけフォロースルーも小さくなると、回転で打つにはちょっと振り遅れがち、これの方がこっちの方がね回転で打っても振り遅れないようなスイングになります。まあ、結果的に思い切り体の回転で打っても振り遅れないスイングができるのではないかというのが見解ですね。こちら後ろ側からの、これは最近のスイングになります。まあ、悪くはないんですけど、ね、ちょっとクラブがほらインサイドにこう引いてる感じが強いですね。これだとやはりちょっと振り遅れがち、体の回転なんですね。実際、GG スイングをしてからどうでしょう、少しクラブの動きがインに引きすぎないようになってるはずです。こうですね、これの方がちょっと内側にクラブが倒れてる形になってます。これだとダウンスイングであんまり寝かせられないんですね。少し立つような形で切り返しになってしまう。クラブが立ってしまうとですねあんまり回転で打てないんです。体を止めて手で振らなければいけない。で下半身のリードでいってシャフトが寝るとこのような形になれば、こっから体の鋭い回転で打っても振り遅れずに引っかかることもなくですね、鋭いターンで打てるというのがこの GG スイングということで、このスイングでですねちょっとこうアレンジしてですね、まあ、原田ゴルフ的にやってみたいなというふうに思います。札幌のゴルフスクール
原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、ほぼ毎日夜9時にアップしております。最新動画 YouTube ライブ見逃したくない方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。